ちょっと見てよこれ、ブレッさあ、うわわわわわ、タマト見た地図の真ん中え、ね、リンゴも寄ってくるの、お馬さん。はいどうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。おいしい。お、お、お、糸ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、昨日の冒険でね、なんとかね、取れた宝の地図取りに行きたいと思います。海底神殿ないからどうしようもないんだけど、ね、これ海底神殿探しに行かないといけないってことだ、逆に言うとね、みたいなことになると思います。それでは本日もやってまいります。ショータイム、マグラジオ来ました。こちらでございます。兄弟ネームフックさん、マグニさん、木炭より木のハーフの方がコスパいいです。それマジかい。原木一つ分でできる木炭で8個焼けます。木のハーフは12個焼けます。どんだけコスパいいの。やばくないですかそれ。兄弟ネームベイクド&フライドポテトチャンネルさん、いつも質問ありがとうございます。バレンタインデーの一番の思い出を語っていただけませんか。いい思い出があるとすれば、まあ中学生の頃に、まあ3つもらったぐらいですかね。兄弟ネーム正左衛門、松屋正左衛門さんかな。マイカーはマグリーですが、マイカーハマグリーですに見える。本当に分かんなくて、マイカーハマグリー、え、何それって思う人もいるわけで、買いました。粉ビールこれなんだっけ、なんだっけ、なんかでもキャンプに関連するようなものだったような気がするんだよな。で、こちらウームキャンプ部のね、絵を描いてくださいました。かわいいっすね。粉オムライスとおやすオムライス、粉オムライス、バレンタインオーツ、何それ美味しいの、やっぱ何それ美味しいの派が多かった。私もどちらかというと、いや何それ美味しいのなんですよ。だから最高の1時になった方、おめでとうございます。昨日のイベントにご参加いただいた方、誠にありがとうございました。またどこかのイベントでぜひお会いいたしましょう。はい、帰ってまいりました。マグラジオは以上でございます。ここの、おお、もう伸びてる。結構時間かかったんだよな、いろいろとな。やっぱ成長早いような気がする。交互に置いてるんですよ。じゃがいも、小麦って置いてるんですよ。で、ここら辺のレイアウト変えました。ほら、この上からね、植えられるように、変更するためにこう階段をね、設置させていただきました。滑らかにね、上り下りできるように。で、ここもこう渡れるようにしました。で、端っこはこうやって柱にしてるんですけど、途中も柱になってたのを取りました。こんな感じになりました。で、後ろの方もご覧いただくと分かるんですけれども、丸石のハーフがね、こう並んでます。敵からのね、侵入を防ぐために、あとここを掘らせていただきましたね。ここがあったんで、敵が入ってきて、匠が入ってきて大変に なりました。ここの後ろを、肉厚をつけて、自然な感じにね、してみました。おいで、最後、あそこ木枯らしていただきました。じゃあ苗木回収しよう。今日やらせていただいたのはまあそれぐらいかな。あー違う、ここ見て、匠に爆発されましたまた思い出したら修正します。今日はですね、皆さん、さっきからチラチラ見えてます、こちら宝の地図取りに行きたいと思いますから、よろしくお願いいたします。それでは、まあ、2日続けての、まあ、冒険ということになりますけれども、まあ、今回はですね、ちゃんと目的地が定まってる分楽だよね。みんなもね、見る方も、見ていただく兄弟も楽だと思います。この先にあるネザーゲートの、うわわわわわ、弾飛んできた見ましたか今、めっちゃ飛んできてんだけど、どういう。で、ここを入ると、はいはいはい、で、ここに来て、ここで地図を見る。地図はオフハンドに持って、宝の地図行きましょうか。こっちなんだよな。海に入ってしまえばね、ちょろいんじゃないかと思うんだけど、これなんかでもこの大陸沿いに進むのかな。これさ、この地図の見方って白いところが大陸ってことなのかな。あ、亀だ。亀もな、亀もな、あれ子供だ。いや、かわいい超ちっちゃいなんだけど、よし行くぞ。よいしょ。このまま進んでればおそらく着くと思うんだ。まあ、ついて、あとそこをね、うまく掘り起こすっていうところでね。わあ、いるか。昨日やった泳ぎ方やっていいですか。どうだったっけな、こうだったっけな、どうだった、こうだ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 ほらほらほらこれすごくない、これすごくない、新しい。いけ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 、ベッド持ってきてるぞ。今日はな、ベッド持ってきてるから大丈夫だよ。んだらがいや、あんだらだらい、おおお、見えてきた見えてきた。やばい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 、ここ何、遺跡か。めっちゃいるぞ、ドラウンドが。ちょっとイルカがな、後押ししてくれるからめちゃくちゃいいね。あー待って、おい、
これはもしや海底神殿、神殿、そうだ、じゃないかな、つらいけど、もうバッテンがついてあるところまでは行かしてもらおうかな。見てよ、そこのナンパ船、このナンパ船です、昨日見つけたの。ともうすぐそこだったんだな。言っとけよね、言っとけよかったんだけど。でも間違えて進んでる場所だわ。あれも見たことあるもん、光ってるじゃん、あれ。もうサクッと宝箱取れればいいんだけどね。ちょっともう一回潜ってみるか。宝箱はもう目視できるぐらいのレベルだったら取るの。これだ、絶対これだ、ほら。100% ここじゃん。BE は、どういう風になってるのか。ジャバマンの場合は結構やったからね、研究は。おやす。地図の真ん中ちょっとこの辺なんだけどな。さあ皆さん、ついにお宝ホリホリのお時間がやってまいりました。行くぞ。水の中かな、どうなんだろうな。その辺がさ、またシビアで難しいんだよな。イメージ的にここなんだけど、外の水が入ってこないようにやろうかな。その方がね、ホリホリはしやすそうな気がする。地図見てね、この辺りだと思うんだよね、真ん中って。このバッテンがの交差するポジションがこの辺りだと思うんだよな。なんか海底の際っていうイメージもあるよね。ジャバ版とかだとなんかね、この辺のね、この辺とかにあるイメージがあるにはあるんですけど、掘りづらくてしょうがないでしょ、こんなの来ちゃうし。こういったら再現なく来ちゃうでしょ、多分。こういうところ掘ってって、あ、痛いよー。一旦この内陸を今掘ってるような状況でございます。じゃあもう一段ずつぐらいを掘っていくかな。あ、いいね、この砂がなくなってくるタイミングだな。砂がうざいから、本当にホリホリするにあたり砂が超絶うざかったので、一旦ここ、いいですね、硬いものだけになりました。あー、内陸でいいんだ、やっぱりバッテンのど真ん中で感じするね。地図は正しかった。来たー、海の中心、鉄の延べ棒、チェーンネギス、 TNT 名札、首紐ってんだね。うわー、音楽ディスクも再生のポーション、なんかいろいろいいのもらったよ、ありがとうございます。攻略したこの海底、海の地図、宝の地図ってさ、どうすればいいんだろうね。再生のポーション飲んであそこをチャレンジするか。海中をゲットすればコンジットが作れるので、あと欲しい材料とすればやっぱり海底神殿のブロックになってくるんだよな。と目的は果たしましたが、せっかくね、再生のポーションとかあるんだけど、これ飲んでさ、海の中で息ができないような状況でどっちが勝つんだろうねっていうところあるじゃん。よっしゃ、あそこ行くぞ。宝を回収できるかどうか、光ってるところに宝があるんじゃないかという期待で行きます。まずは再生を飲みました。いけ、うわ、きっつ、これ掘らないといけないんじゃないの。いや、本当に宝ある、ダメだ、これハートだ、やばい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 、死ぬやん。再生なんか全然追いつかないね、これ。あの遺跡の本当に宝があるのか問題もあるし。情けじゃね、情けじゃね、ちょっと、ジャバの時の記憶をたどって、全部の建物に宝箱らしきものはあったはずなんだけどな。同じ仕様だと考えてもいいよね。よし、やっぱ諦めずに掘るわ。やばい、もう捕らえてると思ったやつ現れてる。もう皆さんもこの間俺やられたばっかなんで知ってると思うけど、もうワキワキ、お前だよ問題は。やばい、危ない危ない、あはは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 、痛え痛え、息か、これ息か、ちょっと、もうちょい頑張らせてよ、いくらでも湧いてくるな。君たちキリがないね。よし、頑張るぞ、もうちょっと掘るぞ、息を止めて、みんな息を止めるんだ。本当にあるのか宝箱、来なくていいよ、もう、あああああああ、逃げる逃げる、ちょっと待って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 、なんであいつめっちゃ強いじゃねえかよ。しっかりと体力を回復させて、光ってるね、シーランタンがあるあそこだけでも、気が済むまで掘りたい。お、トライデントだ。トライデントどっちが強いんだろう。お、トライデントが強い。お前らから奪った、この装備できっちり落とし前つけてやるよ。うれこれが落とし前や。潜れ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 、これ多分砂を掘ればいいと思うんですよね。ダメだ、息が持たない。
見つけました。いやしかしだね、どうなっているのだろうか。だから、あ、飲め棒落とした、ありがとうね。せめてものあれか、償いか、君の償う必要のない人からの償い、マジでやめた方がいいわ。一応お宝ゲットできました、ありがとうございます。海洋の心ですね、海洋の心、あ、海の、全然違うか、海の中心ですね、海の中心これをコンジットにして、海底神で探さないとですね。はい、村人はたくさんいるんで、海底神で探してね、その海底神殿のところまでネザーゲートつないで、海底神殿をどうにかしてみたいな、そういうことをやっていければなと思ってますので、よろしくお願いいたします。でもここで終わるのもなんかあれだな。うん、拠点までなんとかして帰るぞ。もうこんだけ何回も来てりゃなんとなくわかるわ。見っけた、よいしょ。それでは皆さん、また次の動画そして配信でお会いいたしましょう。本日誕生日の兄弟のみんな、おめでとう。